午後0時25分の名古屋駅です。新幹線の改札口前には遅れた電車を待つ人でかなり混雑しています。昨日静岡県内に降った大雨の影響で運休や遅れが発生した東海道山陽新幹線、今朝も午前7時半ごろ上下線で一時運転を見合わせるなど混乱が続きました。午前8時半ごろには運転を再開しましたが、上下線ともに遅れが発生し、 JR 名古屋駅は多くの利用客で混雑しました。午後4時半現在、名古屋駅発着分については上りはおおむね通常通り運行、下りは15分から25分の遅れが生じています。